以上3つのポイントをお送りしました。あ、では明日のポイント混乱しました今あれ何が出たんだろうとそうですよね、空耳が出て私今時代実感が分からなくなりました。タイムリープしました。私一足先に時をね、やってしまったのかと思いました。タイムリープしたのかと思いました。では空耳のポイント見ていきましょう時を戻したんですかね。さあ時をかけるおさやですか。時をかけられたらいいんですけどね。時の変化気をつけて過ごしていただきたいと思います。時の変化も気をつけて時の変化にも気をつけてお過ごしくださいタイムリップしないように、タイムリップしないように皆さんもお気をつけください